はい、こんにちは。と言いますか、時間はもうこんばんはの時間ですね。今日はですね、コンピューター、LIVE リーバーの、設定が終わった後なんですけれども、ようやくちょっと画面の方に出力することができましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。こちらがですね、今画面リーバの、まあ、ウェブページ DOSV パラダイスのページなんですけれども、まあ、これを購入しましてですね、実際に今これ実を言うと生配信をリーバでやっております。そうなんですよ、リーバで、生配信がやっとできましたんでご紹介します。一応のですね、2画面風になっているかと思います。どうでしょうか。まあ、画面はですね、さすがにハイビジョンの画質は無理でしたんで、まあ、ちょっと画質は、落としまして、だいたい 720×480 と言われる、ところですね。はい。ただし、今の時点で処理落ちしたフレームが、5% 弱ぐらいありますね。やはり、音声、映像、そして、まあ、こういうテロップなんかもですね、表示していくっていうものがいかに難しいかっていうのが分かりました。まあ、一応ですね、まあ、今回は、こういう、まあ、HDMI の、カメラで、ここにつないでですね、 HDMI が刺さる端子があって、まあ、それが USB にて、リーバーにつながってるという感じですね。はい、では2カメという余裕はなかった。こんな感じで、2カメっぽくやっております。まあ、なんと言ってもですね、これがこんな値段で買えるわけですからね、使い方次第ということですね。まあ、これは、まあ、通常だったらですね、ここまでは配信までは難しいだろうと思うんですけれども、まあ、インテルがですね、QSV という、クイックシンクビデオですかね、ビデオをCPU の方がですね、やってくれるということで、エンコードを CPU でやるんではなくて、失礼しました、画面といいますか、ディスプレイアダプターっていうのがパソコンにはあるんですけれども、そっちの方が代理でやってくれるということで、まあ、CPU をそんなに使わなく、こういう配信ができると。いう特徴があります。まあ、今現在でですね、どれぐらいの負荷になっているか見てみましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。CPU の負荷っていうのをどれぐらいあるかを見てみましょう。はい、720×480 の、動画をですね、まあ、こんな風に音声を、取り込みながら、カメラの映像も合わせながら配信すると、やっぱこれぐらいになりますか。CPU はこの上に書いてます通り、セレロンの、N2807 の 1.58GB ですね。まあ、これはシングルという扱いではなく、まあ、ツイン
2 CPU というような動きをしていますが、まあ、もうパンパンになっているかと思います。はい、まあ、それでもですね、全然熱くない、ほとんど熱くないですね。で、音も出てないということで、まあ、非常に優秀なボックスだと思います。まあ、シールはちょっといっぱい貼られてますけれども、まあ、これは、まあ、かなり省電力ですんで、だいたい15ワットもかからないそうなんで、それでまあこんな配信ができるっていうのはとても面白いことだと思いますね。はい。まあ音声が今クリアに聞こえればいいんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ上にはですね、文字を出しながらこういうふうに映像を同時にお届けすることができると。ちょっと2画面という映像はひょっとしたら難しいかもしれない。ホームページの画像を表示してるだけですから、まだ軽いんではないんでしょうかね。はい。はい。ちなみにもう在庫切れになっております。まあ、2万ぐらいで買える、Windows パソコンっていうのがよもや、配信ができるとは思ってませんでしたね。まあ、これからですね、どんなものに使うかっていうのはちょっといろいろ検討していきたいなとは思うんですけれども、できた方もいらっしゃるかもしれませんね。はい。まあ、なんせ電気代が 15W ですからね、1日どれぐらいなんでしょうね。まあ、10円とか20円に満たないと思いますが、またその辺も調べてみたいと思います。はい、ではおやすみなさい。